S&D です。今日はオーバーパスをスローモーションで撮ってほしいというコメントがいくつかあったので、スローモーションで解説していきたいと思います。オーバーパスの基本は概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらからご覧ください。今回は直上パスの動画となります。オーバーパスが苦手ですとか上手くなりたいですっていう質問がかなり多いんですけれども、私たち的にはオーバーパスは形が大事だと思っています。もちろん形だけが全てというわけではないんですけれども、結局手が最後潰れてしまったりとか、右左が違うタイミングで押し出してしまったりしてしまうと、ボールがまっすぐ飛ばない、ボールが回転してしまうという風になってしまうので、距離は飛ばないけれども綺麗なフォームでやり続けるのか、今距離を飛ばしたいから悪いフォームでやってしまうのかのどちらかだと思います。私たちは前者、飛ばなくても綺麗な形でオーバーを練習し続けるのが上手くなる最短の方法だと思っています。前回の動画でも説明しているのですが、手の形が最後バラバラになったりするとまっすぐ飛ばなかったりとか、ボールが変に回転してしまったりとかする可能性があるので、手の形を残すことを意識してやっています。流れの練習でもパスの練習でも常に形を意識して練習をすることで安定感も増してくるはずです。なので常に意識を高く持って練習をしていきましょう。このチャンネルはバレーボールに関する練習方法や上達のコツなどを幅広く配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。